やっとさ、あのさ、桜咲いた、桜温度ってなってね、お花見じゃないんだよ、ここはスタジオだよ。だ花見のシーズンでしょ。シーズンって今盛り上がってますよ。だから言っただけで。あ、そうか。でも終わりだよ、うん、もう今日明日で、うん、というぐらいですがね、お花見ね、行きましたか。見た、ちょっとだけね。いや、桜を見に、それとも盛り上がる宴席。いや、まあ、うん、散歩がしですな。あ、散歩。いや、これはね、僕もね、桜見物で散歩しました。しましたけどもね、いやー、人が出てるわ、平日の昼間から夜はもっと出てるらしいんですが。下品でやだな、寒々しくってな。いや、ちょっと待って、盛り上がってんだよ、なんか青いシート敷いてさ、桜の下でみんな飲めや歌えて、なんで下品で。いやー、それなんか寒々しい。そう、うん、どこ行ったの、どこへ。谷中の墓地。うんうん、谷中の墓地。これ上野まで降りてきた。上野行ったの。あ、上野なんてうっかり入ってった日なね、うん、こん中に入っちゃったら抜けられないからね。ああ、千鳥ヶ淵もそうだ。ああ、もう右と左、行きと帰りみたいな問題だね。もう絶対負けない。テレビ見たらね、うん、もうやめるけどね、うん、桜の木に登ってんだよね、うん、で中ではふんどし一丁で登ってんだよね、うん、もう女性も通るじゃないのちょっと、うん、酔っ払いも。いや、知らない、いくら酒入ってんだろうけどね、うん、会社でやらないと思うよ。やらないよ、もちろん。だけど会社員かもしれない。うん、これが頭いっちゃう。何やってた。いや、会社員かもしれないけど、うん、その会話ってのは、まあいいや、まあまあ、とにかく、まあ、こだわるね。こだわる、うん、これもすごいんだ、このこだわり。全然こういう会話で俺参っちゃって、まあいいや。それでね、疲れるんだよね。ただ言いたいのはね、何が言いたいのかっていうとね、うん、桜の木に登って何が悪いんだっつって言い直ってるやつ、そんなもの悪いに決まってるじゃないの、うんうん、じゃあ威張ってんだ。だって本当に酔っ払いでしょ。酔っ払ってないよ。理屈1時間来れたって聞いてるやつも、うん、聞いてるやつで警官だか、うん、花見客だか知らないけど、うん、条例にあるでしょ、登っちゃいけないって。いや、その通り。上野でしょ、うん、あ、上野は東京とかね、きちっとね、管轄してますからね。それ言いますよ、それ。やってはいけない行為。あ、そういえばね、つまりやってないいけない行為ってあるじゃないの。ありますよ。恥だと恥ずかしいとか。そうですよ、決めたわけじゃないけど。それ監視員は注意しますよ。そうじゃなくて、全てのことが何、それやらないよ、やらないよ。まあ、そのふんどし一丁で。いや、上野でもね、もう全部ふんどしにした方がいいよ。女はなんていうの、ティーバックっつうのティーバックとふんどしでなければ上野へ入れないとかなとか。そうそうそう、それは行き過ぎでしょう。逆に行き過ぎにした方がいいってくらい。むしろね、むしろね。で、まあ、それテレビで見たら、なんかガソリンなんか飲んでどうしたって。ちょっと待ってよ、テレビで見たのは、うん、ね、寿司職人を持って連れてきてね、宴会の席で、ね、おいで、なんつって大将なんて逃げ出してんの。これ違反だから、東京都の監視に注意されてね、一人がね、2貫ずつ食って、ね、それで撤回したそうですが、撤去したそうですが、そういう話もあるんですよ。ごめんね、あの声が出なくなっちゃったの、うん、出なくなっちゃったの。うん、あのね、じゃあ大丈夫、声帯が見ても分かんないな。見ても分かんない、うん、あーっと舌出して、あの、うん、専門医が見ないと分からない。で、専門医見てもらって、なぜに、あの、なんていうの、うん、ポリープっていうやつ、カビができてんの。あ、ポリープできてんの。前にほら、あの、白板症っていう、うん、ロイコボラキって病気になって手術したでしょ、うん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 、まあ、それに近いのかもしれないけど、あ、まあ、そこまでいかないだろうと思うけど。気の毒だ。つまり、ヘは出るんですよ。冗談じゃねえ、聞いてねえよ。いやいや、ヘは出るけど声が出る。そんなこと聞いてる、比較する対象じゃないよ。ここは声出すとこで、ヘ出すとこじゃないんだよ。いや、そりゃそうだけどさ。はあ、どうぞ、次の話。まあ、いや、それでね、ね、半蔵門からね、千鳥ヶ淵行ったの。半蔵門から千鳥ヶ淵の。聞いてないよ、お前の話。いやいや、だからさ、いいんだ、いいんだ、カメラ向かってやってんだから。ね、で、そしたら、あっ、やれよ、ほら。やれよ。で、これだよ、こういう人なんだ、疲れるよ、本当に。あ、これ驚いた。これは驚いたな、これ。じゃあね、聞いて聞いて。ね、聞いてやるよ。それで半蔵門が千鳥ヶ淵。これでね、西行の歌を思い出してね、花の元にて春日なん、そこは出てくるんだよ、うん、初めの句は出ないの、どうしても。夕焼け小焼けの赤友じゃなくて。それも違うね、違う。初めは五文字だからね。ああ、そこ、ね、文字だ、古い系やだ。それも違う、ね、違うか、春の海、違うね。だめ、まあ、なんだこと思い出せないからね、うーんってやってたらね、通りかかれる人がね、MX テレビ見てますよっていうの、うん、あ、見てますよ、あ、そう、ありがとうございます、でも初めの句はって教えてあげましょうっつって、うん、教えてくれて、願わくはね、うん、花のもとにて春日、そうでしょ、その如月の望月の頃という、ここがね、一番最初出ないの。あ、だ、最初出ないと最後まで出ない。だからね、へもそうですよ、最初出ないとね最後まで出ないよ。俺なんでへにこだわるんだって、ね、一番大事なことじゃ、あれがたまったしな、こんなになっちゃって、ね、冗談じゃねえ、声が出なかったら番組に重たい、へーへーへーしたってダメなんだから。
そ, なんだそういう歌あったろ、あるの、ヘイヘイヘイとかなんだ、わけわかんないな、ヘイヘイブギってのもあったしね、初めからこれだったら今日もまたどうなるか分かりませんよ。いやどうなるか分かりませんって、分かんないよ俺だって、あの他の番組みたいにちゃんと決めてどうのっつってるわけない、台本はない、打ち合わせもろくにしない、ね、勝手にやってる、そこはいいけどもね、声出なくなったらばどうなるかってその心配をしてんだよ。あ、そう、じゃあパトリックからなりやらせろよ。あ、今日パトリック来てんの、来てんのか、しょうがねえな、外人が、ね、本当に、いやいや、外人って言い方も失礼なんだ、アメリカ人とかね、イタリア人とか、古いな、外人って、それはアジアの人も外人だしな、そういうことですよ、言い方古いや、まあ、いや、それで年だよ、ちょいボケね、勘弁してよ、うん、時間が来ちゃったけど、ガソリンに一言。いや、ガソリンだから値上げ競争で業者は自分の首絞める状態が今月いっぱい続くよと言いたい。あとでまたゆっくり、じゃあ。では疲れた、もう、うん、帰んな。なんだって道平陽子です。いよいよ4月に入りました。入学式に入社式、街には初々しいスーツ姿の若者たちも目立ちます。男子陳平の言いたい放題も真相回転、さらにパワーアップしてまいります。まずはニュースからです。どうぞ。ガソリンの前白いね、あっちは何があっち、あいつあっちは宝塚広いね、あ顔が白いってね、誰と比べて、あんたと比べて、あんたと俺そんな黒くないよね、黒くない、普通だよ、三婚より黒くない、三婚ってのはいたろ、知らない、いたよいたよ、まあ、いそれで何、まあ、分かった、まあ、だからガソリンもいいんだよ、とりあえずそれよりも、はい、値上げがねずらっと並んでるから、いろんなものが4月1日から面白い ねいやいや面白いの前にちょっと待って、うんね、ずらっとってのは何でもかんでもね値上げというのが当たり前で1割から2割ぐらいアップしてます。いいじゃないの、一覧表があります、ね、10割上がったってことない、10割上がって使わなきゃいけない、2倍ですからいいんですがね、お醤油からビールからね、うん、牛乳までね、安すぎるよ牛乳を、そうだった、余ったからって捨ててるじゃないですか、今までそうだった、冗談じゃないよそれ、あれじゃ業者はやってけないんだから、うん、サンマが取れすぎだって、うん、取れすぎじゃない、てめえが取りすぎじゃない、サンマが網の中入ってくるわけねえじゃねえかバカ野郎って、いや理屈はその通りだ、しかし消費者はね、うん、値段でもって家計にどうだという主婦感覚だから嫌だ、主婦感覚だよ、ちょっと待って、嫌だと言ってんだよこれ、まあいいや、それはね、いいよ上がんない方がいいよ、それは値上がりしない方がいいんだけどね、何が言いたいか、テレビの番組見た、そしたらねずらっと値上げになったものをね並べて、なんつってると思った、キャスターとかなんとか、ね、あ出てるのが、みんながね、あみんな大変だとかね、うん、嘘本当ですかとかね、何も大げさなんだよ、ね、1割言ったって5円10円20円上がりますよ、嫌ですよ、だからこれじゃ家計に直撃だとか何にも考えてない、実感も何もねえ、ねテレビ出てる連中なんか、だったらタクシーがズバーンとあんだけ上げたのに、あそうあの時上がった、団体こちら行って練り歩けよって言ったのに、あの時の値上がりってすごかった、すごいよ、だけどあれは乗る人は、大変だ、でも今度は日用品全部だから大変だといえば確かに負担はねややねきつくなるんですよ、でもどのくらいになるか分かりますか、うーん今値上げが全部直撃したとして家計を一月、うん一月のその分値上げ分なんていうの、電気やガスも上がりますから、うん、年間ね標準所帯で1万3000円ぐらいは確かに値上げのね影響を受けるんですよ、月に割れば1000円ちょっとです、うん、みたいなもんじゃない、だからね大変だって言うけどね、いや確かに大変ですよ、しかし無駄な使い方もしてるのよ、さっき言ったようなものを余らして食い物を残して捨てたりね、それから冷蔵庫の中にいろんなものが古いのが入ってたりとか、そういう無駄もある、交際とかレジャーとかそういうものも結構無駄なね、見栄台で日本人は無駄があるんだよ、そっちがね大事だよ、だからもしは欲しがりません勝つまではとかね、うん、その精神なんですか、廃物利用だとかっていろんなことでしのいできた、いやいやそれこそ食うものも何にもなかった、うん、白いご飯があれば何にもいらないねと言った、うん、それを我々は
経験してるからね。ですから何だ。何をやんでこの野郎ってなもんね、うん、と思うが、日本中原子爆弾かな、ね、こっちの後は。ただね、何、いやテレビはそうやって騒いでるけどね、実際はね、消費者それぞれの家庭はみんな節約の工夫してるんだよ。そうそう、前も言ったようにガソリンがあれだって言うとピタッとねやったりするような、うん、それで、それで統一性がある、買いだめをするのもあるし、国民だからね。ところがね、テレビ出てるねバカなね女評論家とかいろいろいるんだよね。本当にあいつらなんだね、コメンテーター一番嫌な言葉で臭そうな女だな。いや出てるのな、いやおばさん風で嫌だな、うん、あれが臭そうな女だね。なるほど、うん、意味深だね。意味深じゃない、ズバッと言ってやったんだ。そうか、いやそれでね、ああいうのがそばに来るとチンポが腐りそうだな。デヴィ夫人だ、それはデヴィ夫人な、代表はな、野村ロッカーとかな、うん、まあいいや、その辺で、まあ、いやそれでね、結局ね、その生活評論家とかそういう人は何言ってるかと思ったらね、スーパーのチラシが折り込みが新聞にあると、これを見てね、一番安いとこ行って節約って誰でもやってるよ、そんなことは。定年後のさ、元サラリーマンなんか、あれだよ、開店と同時にそれ持って並んで、これ、ね、先着10名とかって買ってんだから。解決は一つ、何、北朝鮮からさ、あれが飛んでくらいいんですよ、あのミサイルの30発も。北朝鮮は今すごいんだ、いろいろもう実験というかね、やっててね、あの兵器の輸出もやったりね、ミャンマーに、うん、北朝鮮はなかなか攻勢に出てんだ、うん、今だからついでに撃ってくれ、六本木に 2,3 発撃ち込んで、こっち困るじゃ困るよ、海の中撃ってこないといいよ、海の中撃ったんじゃ効果ないよ、効果ないったってさ、直撃受けたらどうすんだよ。少しは目が覚めんだろ、目が覚めた時は死んでるよ、もう死んだって少しぐらい死ななきゃ目が覚めないよ。その中の一人に、ね、入ってたらどうすんだよ。しょうがない、諦めんね。それじゃ話にならないって、話になってるじゃん、立派な、いやいや生き延びたいから、一つの刃という、あの、あ、そういう意味でね、カルカチアという意味の、ちゃんとれこれだけカルカチアができるやつは他にいないんだ、他にいない、はい、でもしすぎても困るから、そっちは困る、そっちは困るだけで俺は困らない、困る、仕事が来ないだけだから別に戻るとしないの。ちょっと待って、これ個人主義なんだよね。だ僕そんなことない、みんなのために言ってね、これはおそらく受けて、さすが男子、合ってるか合ってないか知りさ知らず、うん、いいこと言ってくれんなっていうのはね、山のようにいるから発言するのよ。いや分かった、みんながしらけちゃうと思ったら、俺この道五十数年のプロが舞台に言うか、それ分かってますよ、分かって、これ見てる人はそうだよ、うん、ただまあ寄せという状況と、うん、テレビという解放されたものとは違うけどな、でそれにしてもよく言ってくれたと。いやそれはね、うん、そう思う人いるよ、貴重のババ、貴重のババそう思うだろうお前な。なんでまた貴重が出んだよ。貴重のババが出ないとどうもね、盛り上がんない、盛り上がんない、商品も出なくなっちゃう。じゃあガソリンの話にするから、はい、でガソリンはね、確かにね、全国平均で10円15円下がりました、リッターあたり、ね、だけどそれは何だっていうとね、喜んでますよ、車の人は、車族は喜んでますが、業者がですね、値下げ競争でね、結果的に自分の首を絞めていくというね、こういう状況で暫定税率が切れたというのをきっかけにね、これはあまりいいことじゃないんですよ、うんうん、っていうのはマイナスもあるんです。いや、それらを決めるね、うんうん、国会でのことでね、うんうん、まあ、名前は言わないけどね、うん、まあ、私の親しくしているジェントルマンの国会議員ですよね、うんうんうん、どこだ、自民党か民主党か、自民党、自民党、うん、でなんで国会始まらないのったらね、うん、議長がね、うん、その気がないんだってね、あ、まとめようという、彼曰く議長が、うん、議長の椅子にしがみついてて、うん、さっきも楽屋で言ったけど、うん、ナコードみたいな、私はナコードだって、それは、ね、やるのは当人同士で、私は紹介するだけだって、うん、そんな議長がどこにある、うん、でも今の議長はね、衆参ともに、まあ、参議院は民主党ですが、衆議院は自民党、これはね、両方の顔を立ててね、憎まれないようにうまいことうまいことやろうということ流れ主義でやってる。だけど議長は始めるっていう権限はないの？権限はあるけどもね、議長が設定する前に下でもって準備するでしょ。それはそうです。これがやっぱうまく動かないらしいんだよ。動かないっていうのは議長の責任もあるし、議運の責任もあるけど、うん、あ、そう。でも議長がね、やっぱりやるぞって言っても今はどうにもならないぐらいに、国会というのはね、与野党逆転ねじれ国会でね、うまくいってないらしい。逆に与野党逆転であろうが議長なんだから、うん、与野党が逆転すると私は何にもできませんって素直に言ったらどうよ、うん、公平じゃん、陽平さん、いやいや、河野陽平さん、陽平さん、衆議院の場合は、うん、参議院は江田さつき君、ね、さつき、で、河野健三さん、今は亡き河野健三さんの時はね、私は七三の構え、七三、なぜ野党の顔を七部立てて、自民党保守の方は、ね、三部立てると、七三の構えで議会運営すると言ったんですよ。あ、やっぱ度胸ありましたよ。でもね、俺、顔を立てるとか立てないとかってヤクザみたいな発想って、ね、うんうん、言葉自体も嫌いだな。嫌だね。嫌だよ、こっちの顔を立ててなんて。嫌だけど、ね、立ててもらいたくねえよ。でも違うとこ立てろって言いたくなるよ。誰、俺もだって言ったんじゃないですか。だから分かる。国会ってのはさ、世論の結果だから、
つまり選ばれた人たちがいる野党というこの存在を無視して、あっただとしたらまた俺の考えで、うん、ゆっくりやらないでね、うん、議長にしがみついてろ、うん、サツキも何でもいいから、うんうん、あそこで遊んでろいと、あの夜当選した時嘘か本当か、嬉しくて国会の周りをぐるぐる回ったって逸話があるわね。もっと他にもあるじゃない、ね、銀パスもらってね、お袋に見せたらね、よかったわね坊やつったって言うんだよ。誰とは言わないけどな、あ俺も言わないけど、いろいろお前母親に連れて帰ったってじゃねえかったら、俺じゃないあいつだよ、そうそうまあいやいや、どっちでもいいけど、そんな話はあとあとどんな話、いやいやガソリンだから、はい、これねガソリンはね、ガソリンガソリンなんか飲むからいけないんだよ。誰が飲んでんの？知らない、車が飲んでんね、あれは。あそうか、だからいいんだよ、いいので、ガソリンだけでなくて地方財政に与える影響もすごいんですよ。これね、うん、道路財源といってね、みんなね高速道路を作るんじゃないかと思ってる人もいるらしいんで、これは公団の仕事で生活道路なんですよ、今の道路財源使うのはね。ダメやって、ぬかるみがあった方がいいな。ダメだよ、ぬかるみがあってね、うん、小川が流れてそこで、うん、あの笹舟こしらえて駆け出しながら、うんうん、笹舟と一緒に川を下るなんていう、そういう部分がどっかにあっていいよ。同様の世界にはあるよ、現実にそれが困る。同様の世界にあるということは、人間の願望の中にそれらがあるってこと。その通り。俺雨ってのは大好きなんだ、うん、だけど、やっぱ木々に降る雨、そこまでいかなければ、うん、地面に降る雨が好きだけど、こうやって見てんだから、降ってるか降ってないか、こう乗り出して、あ傘差している人がいるから降ってんだな、うん、だからぬかるみ歩いてる方がたまったもんじゃないね。だけど今の言ったのは生活道路っていうのがですね、現実に狭い、あるいは長靴履いて歩きゃいいじゃねえかバカ野郎。かぬかるみ道路の話じゃないっつったでしょ。何の話、ね、生活道路といってすれ違いもできる。とっくに忘れたよ。あそう、何の話、今日は、ね、だから生活道路ですから、車が生活道路ってどういうこと。それは毎日毎日使う道路、必要な道路、麹町のあの通り、ね、あの辺はもう整備されてるから、地方行ってこなさいよ。地方行ったらすれ違いもできないような狭い地方に住んでんだから諦めろって。じゃあそれは地方と都会の格差を広げるだけでしょ。そうよ、みんな東京行くらいいじゃねえよ。東京来たら東京パンクするでしょ。パンクしたらまた戻りゃいいじゃん。そんなこと言ってるからダメなんだよ。いやいや、じゃあどう言えば治るの。いやだから道路財源、お前が言ってることとそのキャスターに言ってると同じじゃねえか、ぶたれてるだけで。ブートルってないよ。必要な道路があるのに、そこの道路がね作れない、工事がストップになっちゃったという暫定税率の切れた影響についてマイナス面を言ってるんだ。どうもだ、そういう面を見なきゃだ。具体的に川口の駅前から行ったところの道路があって、そういうに言ってくんねえだ。そこまで調べてないよ、うんね、知ってるのはね、いくつか知ってるが、何が大事か、そういうところで必要な道路と不必要な道路、役人は何でも構わないからこうやって作る、だから財源がいる、バッと使ってる、でたらめに。これをなくすためには必要な道路、不必要な道路、これを区別する作業を、それは民主党中心にしてるんだよ、歩かなきゃダメだ、やっぱり。歩いてこの目で見なきゃダメだよ。そうだから民主党がそれぐらいやらなきゃいけないんで、地元の選出議員が ね、うん、ね、それもやってないということで、まあ、これはねマイナス面もありますが、一月後、まあ、一月後というか4月の末、連休中に衆議院の再可決、うんね、これやるかどうかという、これどう思う。やらねえだろ。やらないって、やらなかったら今のままですよ。そう、今のままでもって20年ぐらい続くんじゃないですか。いや20年続かなくても暫定税率はとりあえず、じゃああれだな、切れたままにほっとけと、うん、知らねえよ。いや本当にね、再かけてやらなかったらね、これ正式に廃止、そう撤廃、うん、これがねいいことなんだ、うん、結果的にはね。ただ業界がまだ混乱する、迷惑を受ける地方自治体がある、これをほったらかして切れたままってわけにいかないから、非常に難しい、うん、なんでお前が心配するの、そんなこと。それは心配しますよ。偉いんだ先生よ。やめたとはいえども、うん、かつてはね政界渡り鳥として有名だったんだよ。よく存じております。知ってる。知ってる。そんならいいや、はい、だから再解決の問題でね、はい、再解決で理屈は再解決できるんですよ、はい、当然だけどね、できるかどうか、やりきれるかどうか、世論を気にしてるんだよ福田さんも。うん、理屈ではやれる、うん、だけど世論を気にしてるって言うけども、これやるかやらないか二者択一でしょ。そうです。えその通り。でもやった時にはガソリンが元の中に流れる。だったらてめえの首ぐらい飛んだっていいと。いやそこまで覚悟してはできないけど、今やそういう雰囲気が。やっぱりね、もしね、うん、武士の魂があるならばね、うん、仮に自分のやってることが強引かどうだか分かりませんよ、うん、だけど俺はこれをやって、うん、死するんだと。今これをやらないと、うん、俺の人生にそこまで放り出す奴はいくらもいたよ、うん、安倍晋之助みたいに。安倍晋之助じゃないよ、心臓が。そう、うんうん、だけど命をかけてやればね。それはね、まだ福田総理はそこまでのね覚悟はない。そこまでって全然ないよ、あのオランウータンの神みたいな顔してると。じゃあでも国民が困ってる、国全体でいろいろね。そんなこと関係ないじゃないか。総理大臣なんだ。
普通なら面倒見なきゃいけないけど、うん、片っぺらというかほんの一辺もないもん、うんうん、ただボソ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 言ってるだけで、やっぱ今のあれはこうだと格さんなら言ったよ、分かった、任しといてくださいと、うん、今値上げするけどもやがて下がるとか、うん、そうそう、福田総理はやっぱりそういう信頼感がないってことだな。ないよ、もっと言うと総理大臣なんかに誰も信頼してないよ、うん、となるとね、しかしね、世論によってね、選挙っていうのは解散権を持ってますから、だから前も言ったように選挙するかしないかなんだよ。ゴルバチョフにね、うん、総理にしてサッチャーを外務大臣にしろと言ったけど、日本に呼んできて、そうそうそう、言ったんだけど、うん、それで何、解散して選挙をしなきゃならない。いやいや、だから民主党は小沢さんは少なくもこれで解散だと、はい、もう近いと言ってる、つまり解散に追い込もうと、これをきっかけにね、この再可決をするしないが山場なんですよね。だけどもね、世論というものがどうなるか分かんないんだ。世論はガソリンがね、元の値段に戻ることを歓迎してるんだから、それは、解散はいいけども結果ダメになっちゃう、票が入らない、そういう意味ね。もちろんそれが怖いですから、だからやりませんよとなると。だけど小沢も小沢でもってな、まあ、あいつは責任取らないやつだけどね、取らない、もともといい加減だからね、うん、のらりくらりだからね、うん、よく似てるけどね、よく似てるって指さすなよ、そうか、そうか、足さそうか、いやいや、足さすならもっと悪い、腹さしてやろうか、冗談じゃないよって、ね、まあね、いや小沢さんもいい加減なこと言ってますよ、はい、だけどやっぱりね、うん、あれがあるじゃないか、じゃあお前ガタガタ言うなら一席やってみろ、そこでって、よしやろうじゃねえかってね。ちょっと一席って落語ですか。落語であろうが何であろうが、こう飛んでみろとか、ね、行ってこいよって言われる、ちょっと見せろとなんか、うん、そうそう、言われればその時のね、うん、自分のメンツ、人生、うん、プライドをかけてね、うん、やる場合があるよ。あります。それが家業じゃないか、あいつらの、うん、本来は、うん、小沢さんはそこまで、あの人も腹黒いしね、したたかですから、要するに政権の座に座りたいだけだ。早い話が、小沢ずる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 やってたら楽しんだらいいんだろ、うんうん、今は。ところが小沢さんも困るのは、9月にね、民主党のね、代表のね、選挙ある、その時にね、他のやつに捉えちゃいそうなんで、非常に信頼がないんだよ、党内で。もういいじゃねえか、さんだっぱら小沢も。じゃあ結論言っちゃおう、福田小沢の時代はとっくに過ぎたから、もう変わりだ、はい、世代交代だ、ね、変わったって、神田とかね、うん、友達だけど鳩山幸男だってもう古いよ、古い古い古い、新しい人、そして自民党民主党もいらない、なんとか大蔵みたいな、なんとか大蔵まで行ったら行き過ぎだよ、本当に。チルドレンはダメ、ダメ、まあ、どっちにしてもね、またこの話は来週続きます。再可決すべきか否か、さすが先生、うん、いや正解渡り鳥。Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm in right. Ask me when will the day be? The big day may be tonight. 背中がね、ゾクンとするぐらいのね、感動を覚えるの。もう今のこれだけで、これだけで、エステアの踊ってる姿ですか。エステアって発音するの、向こう。アメリカのね、フレッド・アステア。フレッド・アステアね。あ、すみません、僕紹介してもらってもいいですか。パク、自己紹介してよ。あ、はい、パクンです。さっきそれだけのもんか。フレアステアですか。アステアね。あ、日本語アステアだよ。イースターパレード、フレッドアステア。あ、もう全部間違ってるね。もう、英語的にね。どういうの？イースターパレード、フレッドアステア。ほら、アステアが死んだ時に一晩中ナイスさん、焼き酒飲んでね。そういうあれを持ってるんですよね。88年ぐらいですね。確かに。あ、そうそう、それでね。じゃあ20年前。アステアの話をするとキリがないんですけども、うんうん、イースターパレードはトップに挙げられると思うんですよね。各名場面名場面ありますけどね、その中で舞台で踊る神社と、うん、一緒の時もある。その中でステッピングアウトっていうね、うん、昔からある曲が、これで作った曲かもしれないんだけど、うんうん、表へ行こう、このダンス場面が最高のダンシング場面だ、うんうん、それはエリナ・パウエルと2人で踊る、あの煙が身にしみるもいいけどね、うんうん、でそのじゃあその最高のシーンを、うん、とにかく切らないでステッピングアウトを延々と20分か30分はやんないでしょうね。3時間半ぐらい言いたい放題じゃなくて見たい放題だ。お前ね、すごいな、何にも言うことないです。いや、わかりますよ、これはすごいよ。正直もう一回見たいですよね。見たいね。じゃあもう一回やる、できればそのね、やっぱ映画みたいな、私はまあビッグスクリーン持ってますけどね。そりゃ大きいスクリーンで見たいよ。まあまあこれ置いといて、うんうん、置いといて、この次の、うん、もう感動だけでいいでしょう、うん、でも今のところ少し説明してよ。あれはずっと6分ぐらいの間踊りまくってるわけでしょ。そうよ。普通だったら途中でやめたりいろいろするじゃない。しない。ナンバーっていうのは少なくも5分から6分あるの必ず。あ、そう。シング・ザ・レインだってあれ、うん、2分じゃないよ、ちゃんとあのつながって、うん、もう朝ねって言うと、うん、何日だよって、その前に
グッモーニングってのを歌って、はい、踊って、うん、グッモーニングを踊ってそしてそこへ入ってくる、うん、でもずらっと最後まで曲が終わるまで踊り続けてるわけ続けてますよ疲れちゃうじゃないアステアのすごいところはとりあえずノーカットで通るんですよノーカットで撮ってカメラの変な動きも全部省いてダンスメインで見せるあこの映画は、うん、アステア引退してたの、うんうん、でジーンがやるわけだジーン・ケリーがアメリカ で、うんうんうん、でやったのね、うん、何度も言うけども、うん、これを見た映画評論家が、うん、アステアよ二度と引退などということは言わないでくれ、うん、そういう画評っていうか映画評が出たの言うじゃないのかなあいいねいいとこついてるね、うんカジノと、いや、シラノとベルジャック、ブラボー、フランスとかね、うんうん、前がね、ブラボー、フランス、何にも言わない、ドバルティに対して、ブラボー、フランス。シラノの話ね、今は。今のシラノね、うん。さっきのイースターパレードから来た。はい、で、そう、うん。じゃあ次のシーン。これは、珍しく2人で、うん、あんまり難しいステップは踏まないけども、うん、やっぱダンスジュデーの歌声と、うん、2人の声。この舞台を2人でやるんだという、映画の中では、これが入って次は今度はジュデイの出番との出番で3つぐらい確かシーンがある劇場中継の場面そこでミュージカルを担当してもらおうということなんですそれを見ましょう、彼らがまあ芸人として2人組としてあんだけの観客の前でやるようになったという昔はそのボートビルっていうのは一人一人が10組か20組出るその中にマルクス・ブラザーズもいたろうけどそれが今度は 4,5 人でやるようになってきた一人でもいいけども4つぐらいの一晩の催し物それが今のミュージカルみたいに一本になってきた、ね、あそうなんだ前は寄席みたいだったあそうだとボードビルみたいなボードビルそこへこうでボードビル手品があったり腹話術があったり踊りがあったりコメディがあったりしたり、うんうん、でそれが一座を組むようになって、うん、マステントリオの一座だとかこれサミー・デビス・ジュニアですね、うん、それだとか、うん、あれ、いっぱいいるけどもそのマルクス・ブラザーズであるとかっていう、うん、それがみんなこういうそれで映画一本撮るようになったのそうそうそうそれまた映画の方で人気が出てくる、うんうん、で最後はねラストシーン、うん、どの辺から出るかわからないけどねイースターパレードのそこでね、うん、クッと帽子を取ってね、うん、腕を組んでねジュディの、うんうん、もうそのエレガンスさってのはたまんない、うん、あそう、うんうん、よしよし泣けるね、うん、最後のシーンイースターパレードうん、これぞ映画って感じがするね、うんうんうん、これが安くなって我々は、うん、映画館へ行かなきゃ見られなかったわけでしょ、うん、昔は、ね、もちろん金を払わなきゃなんない、うん、その金もあんまりない、うん、今は自由に見られる、うん、だから贅沢になった、うん、若者よイースターパレードとスイン・ザ・レインだけは見ときなさい、うん、500円で買えるからそうなんです、うん、ワンコイン映画ですね今ね、うんさて新しいコーナーのスタートですその名もチンダンブラリブラリ今回はお惣菜からスイーツまで常に新しいものが並ぶデパートの地下にある食品売り場デパ地下がテーマですそれでは早速どうぞあのねお二人知ってると思いますがあ三越と伊勢丹ね東京中心のデパートですがこの間電話で聞いたんだ、うん、これ経営統合ね合併とか吸収じゃありませんよ伊勢丹になりましたねうまいこと言うね、うん、でも三越伊勢丹はそれぞれあるんですよ今まで通り営業はするんですが、うん、いずれにしても上の方でですね、ホールディングっていう株を両方の株を持ってるそれで総合的な経営をするというそういう形になった売上は両方の足したものから配当があるとすると、うん、そこから来るそれで他にね日本のデパートいろいろねくっついたりなんかしてるんですけどね、うん、大丸と松坂屋もくっついていますが、うん高島屋はどこともくっついてませんが、うん、総合とか西武はくっついてますね、うん、そういうふうにして結局売上競争でねやっぱトップになるんです今度はってことは資本金が多い方がいいってこと資本金の問題よりも売上と利益ですねほうそして お互いに強いところを補い合うというか弱いところを補い合うというかそういう形になりましてどうなるかこれ別ですが、ね、三越伊勢丹の、ね、経営統合始まってデパートはなぜこういうことするかでかくなくちゃいけないのかねそうデパートってそうつまりじゃあ今度空港と合併したらどうだよね空港は物を売ってるわけじゃないんだからデパートって百貨店だから降りたらその百貨店に入るようにしないあそれはできます、うん、それは一つのアイディア、うん、だけど合併することはないんであってね三越伊勢丹大体合併症で死んじゃうんだけどねみんなあうまい人間ってなおで、うん、パックうまいこと言うね今日は何いや
落語家だぞ。すごい、すごい、落語家。それで僕はあの師匠のなんか言ったことを評価するような存在じゃないんですよね。基本的に面白いと思いますけど、そんなこと言っても偉そうですからね。もう基本的に黙って見てるだけです。分かった。状況判断ができるのは頭のいいやつっつうんですよ。パック偉い。ね、空気読んでます。こいつは偉いよ。偉い。伊達じゃないよ。何ゴロゴロしてる外人と桁が違うよ。となるとね、パックンね、パックンにデパート。名前知らねえけどね。デパ地下、パックン。パックン、はい、デパ地下、アメリカにはないだろ、はい、アメリカにないんですよ。てか日本式のデパート自体がないんですよね。あ、まあ、百貨店ということで、まあ、アメリカにもヨーロッパに小さいのあるけど、まあ、メイシーズとかでかいのあるんですけど違いますからね。雰囲気も品揃いも違いますし、うん、まあ、その下になんか品揃い品物が違うってどう違うの、具体的に一つ一つ挙げてみて、こういうのはないでしょうと。例えば、着物を売ってないんですよ。あ、そりゃそうだ。着物は売ってない。着物はねえくらいだから、ふんどしも売ってないし、ね、売ってないんですよ。センスも売ってないんですよね。でも真面目な話ね、デパートは包んでくれませんから、アメリカのデパートは。そうなんですよ。お金出さなきゃ包んでくれないから。そう、この間ノコギリ買ってね、アメリカでね、包んでくれなくて困って稼いでないこれはすごい、うん、こんな大きなノコギリね、アメリカのノコギリ、ね、危ないんだ。アメリカのデパートってノコギリそのまま出しちゃう。チェーンソーだって渡しますよ、そのまま。そうだよ。そのデパ地下はね、すごくいいと、ね、個人的に、ね、お年寄りが散歩するには最高、ね、目の保養、いろんなものがあるし、それから便利じゃない、小さい一人前でも買える、材料買って料理作る、高くつく、でもう一つ、試食のサービス、ただでいくらでも食べられる、なそれは恥ずかしさっていうのがあるからな、うん、こいつ平気だからな。ここで食べてて次で食べててね。ちょっと待ってよ、いいじゃんデパ地下だよ。いい、悪いとは言ってないよ。言ってないだろ。言ってない。だって恥ずかしいって、恥ずかしくない、あれは食べなきゃいけないんだよ。どうぞって言った時に無視して通る人は失礼なんだよ。逆に言えばそうだけど。そうだよ。で食べてね。だけど向こうだってね、食べさせることが目的じゃねえからね。買わせることが目的だから。そこは買うなら何も。だって全部の店で出してるわけじゃねえもん。そう、分かってるよ。だけどね、こっち分かってんだ。どこが汚く食わせるっていう、当然だよ。それでね、買わないところに度胸があるんだよ。あるよね。店もあるんですか。だって買うよ大抵、こうやってじゃあっていう、そこを買わないで次に行くというところが楽しみだ。さすが先生、偉い。老人の散歩みたいな楽しい試食しながら散歩すると。そんなこと言ったら出入り禁止になりますよ。いや、だってどこのデパートウェルカムですよ。お金持って店いそうな顔してこう歩くんだから。あ、でもアメリカのガイドブックも、うん、日本に行くときは、うん、あのデパ地下行くと安上がりですよって、うん、あの試食だけで食っていけると、うん、そこまで書いてありますからね。デパートの地下の方のね、連中の噂を聞くとね、あの眼鏡かけた野添陳平が来ると嫌なのよね。何も買わねえで食ってちゃうだけですって。そう、俺大抵東京のデパートいいとこ全部行ってるから。デパ地下、あ、日本橋の三越はリニューアルしたから。もう行くともう顔なじみになって取っておきましたなんつってんじゃないの。取っとは違う違う、こうじゃない、あのね、タイムサービスじゃないけどね、夕方になるとね、まとめて売りつけんのよ。1個だったら500円のね、3個でね1000円なんだよ。安いっていったって3個食えないんだよ。違うものくれたりいろいろすんのよ。ちょっと待って、それが利便性じゃなくて不便なんですか。利便性は違うの。一食を買って、うん、材料を買って作るよりも安く上がってうまいよと。いずれにしても家元はなんか何でデパ地下嫌いなの。下品だしね。何が下品ですか。歩いてる連中と、遊びてる連中とね、作ってるもののまずさね、ただこう並べてるだけで、あんなもの食った時には俺ね、黙ってゴリ走っちゃうよ。ちょっとやめてくれ。別にゴリ走らなくもいいんだけどね。そうだよ、なんか逃げたくなるね、ゴリ。あ、だから下品ですか、あそこ。下品だ。で、目の保養ですよ。あんなにいろんなものが並んでてね、目を楽しませてくれるってただですよ。まあいいよ、やりたいやつはやると。俺はあれを見る気にはならない。あ、そう。せいぜいパンをちょっと見るっていうぐらいね。パンも食パン安くて、あれほどあんだけあるとね、もうね、なんで食欲がなくなるね。パン屋多すぎるんだよ。デパ地下パン屋だとかケーキ屋があるでしょ。おいおい、こっちの方で、うん、同じようなケーキとか飴とか、うん、競争だ。和服じゃないかな、和食とか。和菓子な。和菓子だけどね、俺こんなに持ってる商品券使わねえから。ちょうだいよ。やだよ。やだよおめえはただ食えんですか。おめえはただ食えんだから何もやることない。だからそれは男子弁当と、ね、男子一家から来るいろいろねおやつとかただ食ってますよ。でもそれだけじゃ生きていけませんよ。生きてんじゃないよ。他からもちゃんとあるんだよ、補給が。だからデパ地下で試食サービスだってすごい助かってんだよ。
いや助かってるって何ですか、その笑い方は。何でこれで結局食欲なり味覚なりを満たしてるんです。そうだよ、軽蔑の笑い、それ。そうそうそう、とんでもないです、とんでもない、尊敬の笑いですよ。そうだよ、今時こんなことはね、うん、これだけの大人がやれるってのはね、うん、恥も外聞もないもんかと思って偉いって褒めたんだよ。物の言い方、恥も外聞もないっていうのはそれないよね、うん、恥はないよ。向こうに相談したって返事してくれ。でもね、いや分かるよ、老人の散歩道って、ね、食い物がたくさん並んでて交通整理もねえんだから、ピーピーってあっち行かなきゃいけねえとか、何円以上ないと入れないっていうんじゃないし、ちょっと混んでる、夕方混んでるけどね、目の保養でもいいよ。あ、分かった、目の保養、うん、でもこの間あの、はい、師匠と二人でね、あの銀座の高級デパートのデパ地下行きましたけど、どこ行ったのよ。言っていいですか、三越、三越真ん中にある。あ、そうですね、あの三越今度リニューアルして大きくなるんですよ、三越伊勢丹の合併で。でもあの時も師匠が言ったのは、うん、不景気、不景気とみんな言ってるのに、うん、すっごい混んでるんじゃないですか、どこが不景気なんだよ。あ、それは言えてるね、うん、あのデパ地下もちょっと割高なのに、みんなそこでもう列に並んでも買ってるから。大体そう、1、2割は高いですよ、うん、それから安いところから下町から比べると3割ぐらい高いです、ものによってはね、うん、だけどもやっぱり楽しむ。だけど野菜なんか高いよ、北千住あたりで買った時には桁が違うよ。あ、それはね、お魚もそう、うん、でもね、言っときますがね、いいのもあるけどな、あ、いいものはあります、うん、だいたい悪いものないです。ただね、デパ地下ね、この頃でかいマグロ持ってきてね、解体ショーやったらそこまでやるんですよ。おお、これは楽しいんです。また無料でなんか見せ物を見てるだけなんですね。だからじゃあ買いますよ、少しは。少しは、少しガリぐらい、すごいガリ、ガリぐらい、ダメだから、そのガリも値切るんだよ。デパ地下は最高だと、時間の潰し時でお金なくてもいける人よ。大賛成ね、うん、青森からもすぐ入れるしね、登別からも入れるしね、うん、空港から直行の便もあるしね、デパ地下行きってのもあるしね。いや、ないです、ないですか。いや、こんな作るって言ってましたね。2人でやってくれ、2人で、うん、それ免税店と違いますけど。いや、まあ、だけどこれから作るんです。で、あの乗客がモノレールでずらーっとそこに入っていくと、こう全部並んでモノレールに乗った客がそこでワウ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 。家元、お時間です。男子陳平の言いたい放題、楽しんでいただけましたか。そろそろお時間となりましたので、家元の締めのジョークをどうぞ。老けたね、我ながら一刻と、非一刻って言葉はないが、非一日、うん、刻々と老けてきます。まあ、私はね、未だに電車に乗ってきますからね、まあ、当たり前になっちゃってるけど、電車の中で化粧はするしね、飯は食うし、今にあいつら電車の中でタンポン買えるからね、きっとね、そう言いたくなるくらい、もう、うん、俺は買えないけどね、飛行機が、旅客機が墜落して山の中で全員死亡して、遺族が駆けつけてきてね、兄の遺体は、兄の遺体、はいはいはい、お兄さんの遺体、どういう体に特徴がありますか、耳が遠いんですけども、デパ地下はいいよ。